よ。いただきます。すごい。これ過ぎた。いただきます。今だけ来てます。今日はね、どっかの田舎に行きます。の、俺のバーバーの家が。ああ。うん、それね、もう連絡した？行ってない。連絡してない。はい、突撃パターン。うん。多分、いや、なんか、いる時間帯とかがわかるから。バーバーの全てを把握してる。全てを把握できてる。昨日の夜の話で名古屋に行くって言ったから、ちょっと名古屋もし行くんだったら寄りたい場所があった。うん、もう一回出しましょう。広げてただらめを待って疑いも疑いもせずに。朝から今日も絶好調やね。というわけで改めまして、今ですね、ホテルを出て、駐車場で車をピックアップして、これから、ヨウジ君のおばあちゃん家にちょっと立ち寄ろうと思うんですけど、今はですね、映画メランコリックの、ブルーレイ DVD 販売しております。それをですね、いち早くお届けするためにですね、今こちら、旅先から、レターパックを購入して、この後手書きで書いて、皆さんの方にお送りさせていただきますということで、皆川陽子のモーニングルーティーン、朝起きて、レターパックを買いに行くということで、今レターパックを買いに行ってるんですけど、ちょっと帰ってこないですね。それではじゃあ行きますか。行きましょう。まあ浜松を出て、皆川くんのおばあちゃんの家に今ちょっと行きました、はい、でね、ちょっとプライベートなのでね、カメラ回してないんですけど、めっちゃ元気。元気でしたね。よかった、うん、もう93歳になるんですけど。すごいよね、ちゃんとしっかり歩いて、お茶も今いただいてごちそうさまです。俺はだからね、あの旅元気かなと思いながら、ね、そっか。いやでも本当リアル僕の夏休みでした。だから今日は昨日の夜、言ったように名古屋方面に今から向かいたいと思います。それでは今日も安全運転で、行きましょう。頑張ります。バイ。あ、開けた。これどこだっけ。今ガソリンスタンドに給油に来たんですけど、レンタカーなので、給油口が今開かないと。こう開かないと旅は終わります。これなに。ちょっと待って、5分ぐらいなんだかんだして給油口を無事に開けられました。満タン給油を設定しました。給油客数はちなみに運転席の真下にレバーがありました。どうですか、給油具合。ぐんぐん入ってます。噛みの仕方がよく分かんない。お願いします。はい。名古屋入ったね。入っちゃったね。気づけばって感じじゃないですか。おはようございます。名古屋イン。早いね、もう名古屋の、まさに名古屋の中心境に向かってみましょう。いいね。
ましたね。うん、ちょっと名古屋で1時間ぐらいかな、はい、ちょっと奈良くんのお店に寄って、今からどこへ？とりあえず大阪ですね。お目指して下道で。下道で？下道。下道結構あるよね。結構ある。150キロ。やっぱね、下道の方がね、なんつうの、こう面白いもんに出会えるから。そうね。気になったところにちょっとフラッと行くみたいな。確かに。それはあるね。雨だー。ダメだー。そしてワイパーがギュンギュンいってる。ワイパーうるさいな、ワイパー。ランチタイム。ご飯だよ。いやいやいや、なんかすごい俺ご飯に飢えてる人みたいになってる。混ぜそば。いや俺結構混ぜそば好きなんだよね。美味しいよね。 あったら食う。ごちそうさまでした。あ、降ってきた。あ、来ましたね。2番。取れ高ないでしょこれ。駐車場代金払ってるだけだからね。この音出た。乾き出すと音が鳴り出す。これ乾きの音。雨がまた満たされるともう大丈夫。現場からは以上です。あれ雨立つ。見えるでしょうか。雨強いです。もう8時前です。あと8キロで目的地です。今日はとりあえず大阪まで来たので、今日は難波でね。そうですね。ちょっと今日はね、まあ、昨日のも疲れもあるんで、早めにすれば早めじゃないけど8時にとりあえずで一回宿に入ってみたいと思います。では真っ暗なのでこの辺でさよなら。さよなら。さよなら。かゆいな。どうしたの？食われた。とりあえず蚊に食われてかゆいかゆい。そしてさ、俺が想像してる以上に痩せてる。いける？いける？来たー！ただー！お疲れ様です。来ました。2日目。結局大阪まで来たけど天気悪いね。てか雨がすごいね、うん、ちょっと外今歩けないような感じだから残ってるから、ちょっとタクシー呼んでもらって一回ご飯どっかに食べに行こうかなっていう行きます感じかな。ということで、以上タクシー待ちの英二と陽次でした。さよなら。さよなら。Set it up.